今日こそたどり着いてやる。今日こそ。俺はもうダメなのかもしれない。妖怪なんて所詮は空想上のキャラクター、現実には存在しない。そう、あの日まではそう思っていた。君の胸の中で僕はどんな風に呼ばれてるかな。友達の二文字が答えて、そんなの分かってんだよ。二人過ごしてる時間は自然と笑顔になるけど、突き捨てするこの心は嘘をついてくれない。このままなんて嫌なのに、会えなくなるよりいいかな。数日前。花江、花江いる？お、ちょっと夕飯の買い物頼まれてくれる？いいよ。助かるわ。入学式シーズンで本当忙しくて。いい息子を持った母の喜びを花盛りで表現してみました。気持ちを花で表現する癖やめて。ピーマン、人参、卵、うん、買い忘れはなさそう。ぬいぐるみか。びっくりした。子供の落とし物かな。これなら踏まれないし、落とし主も見つけやすいだろう。いいことをした。明日から憧れの高校生活が始まるし、一皮むけたな俺。なんだよこれ。ただいま。おかえり。遅かったわね。色悪いわよ。なんかあったの？なんかも何も、この変なやつがくっついてきて。何がくっついてるって？だからこいつだよ。ん？だから何が？え？クロッカス。花言葉はあなたを信じながらも心配。ああ、見えてない。なぜだ。頭痛に吐き気、全身のだるさ、足元もふらついてまっすぐ歩きすらできない。やっぱり俺以外の人にはこいつは見えてないみたいだな。あと少しで学校に。閉めた。氷袋。大丈夫？ここ保健室？そう、あなた校門の前で倒れたのよ。すみません。そんな慌てなくていいわ、もう放課後だし。え？え？高校入学初日からずっと保健室で過ごしてたなんて。その上体の不調も治ってないし、原因はどう考えてもこのもじゃもじゃだ。間違いない、
こいつは妖怪だ。離れろ。この何してんだよ。近づかない方がいいわよ。2日目。よし、拷問クリア。これで憧れの高校生活。誰か倒れてるぞ。保健室に連れて行け。3日目。誰か倒れてる。保健室、保健室だ。4日目。どうした君、保健室へ行くか。5日目。本当に大丈夫？平気だから。母さんも若い頃はよく貧血を起こして倒れたのよ。遺伝かしらね。いえ、行ってきます。赤いガーベラの花言葉は常に前進、チャレンジ、頑張ってね。そうだ、前進あるのみ。前進、前進。あと少しで教室だ。俺の憧れの高校生活。入学式以来ずっとここで高校生活を過ごしてるなんて。こいつに疲れてからどんどん体調が悪くなるし、その逆にこいつはどんどん大きくなっていく。明らかに何かを吸われてる。こいつ俺をたたり殺す気なんだ。くそ、このままたたり殺されてたまるか。このままじゃ友達一人作れない。クラスでぼっち、暗い高校生活。嫌だ。やった。破っちゃ妖怪払い。俺の判断力今ゼロだ。どうせ何本気にしてんのとか笑われんのがオチだろうけど、このもじゃもじゃから解放される可能性が 0.1% でもあるなら全力ですがってやる。はい、どちら様。出た。安倍野さんですか。そうだけど。あの求人広告を見たんですけど。ああ、君、あの紙が見えたんだ。本当に応募が来るとは。それで、あの、じゃ今すぐ面接に来い。え、君今どこにいるんだ。保健室です。それなら保健室の扉を開けて。保健室からどこへ向かえば。開ければわかる。え、もう外で待ってるのかな。はあ、そこに座って。入れ。あ、はい。うわ、小さくなった。早く入れ。上履きは脱げよ。はい。保健室の隣って茶室だっけ。どうぞ。あの、あなたが。ああ、俺がこのもののけ庵の主、阿部の春樹月だ。で、お前いつから働ける。え、はあ、貧弱そうだけど他に応募してきたやつもいねえし、お前でいいや。違うんです、実は俺相談したくて電話したんです。はあ、相談。このもじゃもじゃしたやつに取り憑かれたみたいで困ってるんです。それであの広告を見て、もしかしたらここで払ってくれるかもと思いまして。いいぞ、払ってやる。本当ですか、ありがとうございます。なんて言うわけねえだろ。帰れ貧弱。はあ、待ってください。何すんだ、話せ。そこをなんとかお願いしたいんです。
お前が働きに来たと思ったから通してやったんだ。払ってほしいんだったら順番を守れ。他の客が先だ。他のってどのくらい待てばいいんですか？10日後だ。10日も？待てねえなら自分で何とかしろ。待たせていただきます。はあ、10日後俺生きてるかな。なら予約表に入れるから名前を教えろ。芦屋花江です。芦屋？芦屋か。芦屋ですけど、何ですか？よし、そいつ今から払ってやる。本当ですか？気が変わった。先に外に出ていろ。俺は後から行く。わかりました。あれ、扉が。出るときは足元にある戸から出ろ。実際ここから。一体どうなってるんだよこれ。え、屋上？どういうこと？うるせえ、騒ぐな。保健室は行くのに今は屋上？頭がグラグラしてきた。で、成長した。オーバー。でかいな。もう嫌だ。こんなのがこれ以上くっついてたら今日こそ死ぬ。アミノさん、早くこいつを払ってください。暴れるな。少し黙ってろ。あ、なんだあれ。急に表情が険しくなった。払うための秘密道具か。まさか危険な術。うわ、リーチボールって息で膨らますのすげえきついな。酸欠か。そんなものでこいつを払えるんですか？あ、これで遊ぶんだよ。あんた何言ってんの。ああ、もう我慢できない。さっきから人のことバカにしてんの。必死に頼む俺をからかって面白がってんのか。ふざけんな。やっぱりお前も他の奴らと同じか。は？一つ言っておくが、俺はあんたが苦しもうが死のうがどうでもいい。人のためじゃない。俺は妖怪のために払うんだ。俺もお前が見えるんだ。だから俺と一緒に遊ばないか？しか具合もいい。頭痛も吐き気もなんもない。すごいな。あ、なんでこいつがお前についていたと思う？殴られても蹴られてもなぜ必死にしがみついていたと思う？それは多分俺が最初にこいつの尻尾を踏んづけたから、それを恨んで。そんなつもりならもうお前は殺されてるよ。それならなんで？俺はこういう妖怪に何度か会ったことがある。人に飼われていた動物が死んで妖怪になったものをな。妖怪になっても人に尾を振ったり芸を見せたり、でもそのうちに気づくんだ、誰も自分を見ていないことに。うつしおで妖怪が見える奴はほとんどいない。ここにいる限り妖怪は孤独だから、こいつは自分を無視しないお前に会って嬉しかったんだ。そしてもう一人になるまいとお前にしがみついていたんだ。殴られても蹴られても無視されるよりマシだった。そんな理由でついてたなんて、わかるはずない。もじゃもじゃして不気味だし、
大きくなっていくし、疲れてから体調崩して怖かったし、人でもないのに寂しい、嬉しいなんて、そんな感情があったなんて、こいつを見ようとしなかった俺に分かるはずない。阿部野さん、俺こいつに何かしてやれることはありますか？遊ぶぞ、アシア。俺はこいつが本来いるべき隔離用に返す。それが払うってことだ。しかし払うにはこいつは大きい。小さくするには望んでることを叶えてやること。そいつ遊びたいんだってさ。そうか、それでビーチボールだったんだ。阿部野さんは全部わかってたんだ。ボール遊びならお前でも相手してやれんだろ。満足するまで付き合ってやれ。それがこいつの望みなんですね。よし、行くぞ、モジャ。うわっ、おう、それ、行くぞ。5時間後、もう動けません。それだけ小さくなれば十分だろう。日が暮れる前にそろそろ払うか。どうするんですか？見てればわかる。もののけ庵主、阿部野春樹、隔離用の扉をお頼み申す。すごい。ここが隔離用への入り口だ。なんだかおどろおどろしい感じですけど、大丈夫なんですか？妖怪にとってはこの中の方が住みやすいんだよ。仲間もいるしな。そっか。分かったらさっさと連れてこい。はい。あんなに離れて欲しかったのに、今は少し離れがたいな。お前のこと誤解してごめん。叩いたり蹴ったりしてごめん。くな、もじゃもじゃ。何してんだよ、離れろ。扉閉めるぞ。じゃあな。阿部野さん、今ありがとうって言いました。なんで俺がお前に礼を言うんだよ。ずいぶん義理がたいやつだな。俺に礼はいらないぞ。隔離用に行けば仲間がいるから安心して行け。元気でな。払えないとかからかってるとか失礼なことをいろいろ申しまして。別にいい、慣れてるし。阿部野さんって実はいい人ですよね。は？あのもじゃもじゃのために遊んでくれたり、結局俺のことも助けてくれましたし、本当にありがとうございました。礼なんていらねえ、うざい。そんな、照れないでくださいよ。照れてねえよ。礼はいらねえから今日のお代100万払え。100万円そんなにするの？当たり前だ。俺高校生ですよ、そんな大金持ってません。ま、だろうな。それじゃ明日から俺の仕事を手伝え。そこからバイト料を。働きません。勝手に決めないでください。妖怪を払うなんてできないし、代金なら普通のバイトして払います。
それは無理。俺が欲しいのは隔離用の通貨で100万円。もし払わず逃げたら、今度は本当にヤバい妖怪に借金取りに行かせるから。そんな、もしかして俺はめられた。祝全開、元気になってよかったわ。だから気持ちを花束で表現する癖やめて。あの、これ母からです、担任の先生にって。ありがたくいただくよ。ようやく俺も今日から普通に学校に通える。ちょっと緊張するけど楽しみだな。体調不良で休んでいた芦屋が今日から来れるようになった。はじめまして、芦屋花井です。よろしくお願いします。お前男かよ。騙してないだろう。黒髪で言えば花屋で、体の弱い子、名前は花江。どう考えてもそれ女の子じゃん。よし、紹介はこれで終わり。芦屋は窓際の一番前の席だ。なんか悪目立ちしちゃったな。でもぼっちは嫌だ。気を取り直して積極的に友達作らないと。おはよう。一週間遅れたけど今日からよろしく。あべのさん、いや、元気になったのはいいが、うるさいぞ。この世の片隅で膝を抱えている、あやかしの光は何を求めてる。体を隠しては形ない声が舞う。ひとひらのことの葉、道なき道を示せ。壊れてしまいそうな命震えて、叩いた扉の音を覚えてる。いつか別れゆく定めでも、心のひだをなぞってそっと、痛みの行方も願いも見届けよう、すぐそばで。幸せの意味わかる気がした。微笑み思い出せるように送るから。阿部野さん、同じクラス、いや学年、いや高校生だったんですね。ああ、いえ別に老けてるなんてことは借金倍にしてやろう。え？